ビシュヌの銃の化身を描いた絵画ヒンドゥー教において、アバターラとは、不死の存在、または究極に至上な存在の化身、言言である。これはサンスクリットで、低下、転落、降下を意味し、通例特別な目的のために、死のある者のへの意図的な転落を意味する。ヒンドゥー教ではこの語を、主に救済の神、ビシュヌの化身へ使う。ダシャ・アバターラは、 ビシュヌの特に偉大な銃の化身である。キリスト教やシ芝派と違い、バイシュナバ派は、正義が衰え悪が栄えた時に神はいつでも特別な姿を取ると信じている。ビシュヌのアバターラのクリシュナは、ラーマーヌジャとマドバにより支持される、バイシュナバ派とガウディやバイシュナバ派によれば、バガバットギーターの中でこういった、善を守るため、悪を滅ぼすため、正義を確立するため、私は、 時代から時代へ出現する。すべての出来事において、すべてのヒンドゥー教徒は、それがすべてビシュヌに結びつくとして、ビシュヌとそのアバターラの信仰の間に、違いがないと信じる。アバターラの教えは、ヒンドゥー女ジシの哲学に反映されている。女ジ,ジシに登場するビシュヌの主なアバターラは、ラーマーヤナの英雄ラーマと、マハーバーラタのパーンダバの友人クリシュナである。 ベーダの超人的なデーバのサンヒターと、くまなく普及したブラフマンの抽象的なウパニシャットの概念と異なり、これら女ジ詩ジのアバターらは、サグナ・ブラフマンとニルグナ・ブラフマンのいずれかで表される、超越者と単なる人間の間の中介者である。この教えは、神が全く宣伝されていなくても正しく評価され、うる形で自身を明示したこと、また多くのそれが意味することによりヒンドゥー教徒の、 信仰生活に大きな影響を及ぼした。ラーマとクリシュナはヒンドゥー教徒の間で数千年にわたり愛され信仰された神の出現として顕著に残されている。根本的な単一性ブラフマンのウパニシャットの概念はヒンドゥー教思想の頂点であるため多くの人々により数形される。またアバターラの概念は平均的なヒンドゥー教徒に対して 邪悪な時代の人間を救うためヒンドゥーの最高の単一神聖が出現するという概念を提供する。ヒンドゥーの創造と破壊の周期は、アバターラの思想の原点を含んでおり、世界の終わりに現れる最後の破壊的な力として、ビショヌの最後のアバターラカルキが大きな役割を果たすとされる。ラーマとクリシュナはさておき、多くの他の人間か動物の姿が地上、または 宇宙のどこかに現れる。経典には、ブラフマーとシバのアバターラは書かれていないが、ビシュヌは何度も、アバターラとして交誕したことが記される。多くのヒンドゥー教徒は、ラーマーヤナに基づいて、シバはかつてサルガミハヌマーンとして化身したと断言する。ハヌマーンは風を発生させるデーバ、バーイエの息子としてよく知られている。マツヤクールマバラハビシュヌのマハアバターラは1あると、言われ、 獣化神として有名である、松屋、魚くるま、亀、バラーハ、イノナラ神派、ヒトシシバーマナ、ワイジン、パラシュラーマ、斧を持ったラーマラーマ、シュリラマチャンドラ、アヨーディアの王、クリシュナ・バララーマ、または、ブッダカルキ。我々が現在存在している時期で、西暦四十二万千八百九十九年に、終わりを迎えるカリウガの最後に出現すると予測される。 バーガバタプラーナ一辺で、ビシュヌの二十五のアバターラ、一チャトゥルサナニナーラダサンバラーハ四マツヤゴヤジュナ六ナラナーラーヤナナナカピラ八だダッタートレイヤ九ハヤシルサ、十ハンサ十一プリシュニガルバ十二リシャバ十三プリト十四、ナラーシンハ十五クールマ十六ダンバンタリ十七、モーヒニー十八バーマナ十九パラシュラーマ二十。 ラーガベエンドラ21ビアーサ22バララーマ23クリシュナ24ブッダ25カルキバララーマはプラーナ文献の伝統による9番目のアバターラである。紀元後の最初の1000年の後半、インドで仏教が栄えるとともに、ブッダが9番目のアバターラであると言われることが顕著になり、それはヒンドゥー教に同化された。ビシュヌ派の詩人ジャヤデーバゴスバミの有名な ギータゴービンダのダシャーアバターラストートラではバララーマとブッダ両方が賛美されている。ブッダはそのため多くのヒンドゥー教徒からブッダデーブとみなされる。しかし仏教徒はブッダをアバターラとして考えない。現在のブッダをアバターラと考える著名なヒンドゥー思想家にサルブパッリー・ラーダークリシュナンがいる。一方ドバイタの支持者は異なった基準を解くため特に ブッダをアバターラと考えずに代わりに、バララーマをそうであると考える。バララーマは、他のアバターラとは違って、ビシュヌ自身ではなくむしろ、ビシュヌの蛇やナンタである。アバターラが生命と人類の進化を表すという、主張が存在する。松屋は水に住む生命、クールマは次の段階の水陸両生、第三の動物、イノシシのバラー派は、陸の生命を表し、人獅子のナラシン派は、 人類の発展の開始、ジ人のバーマナが、この不完全な発達を象徴し、そして森に住む賢者パラッシュラーマが、人類の基本的な発展の完了を意味し、ラーマ王が人の国を治める能力の兆しとなり、ヒンドゥー教によれば64の分野の科学と芸術の専門家であったクリシュナは、人の文化的な関心の進歩を示し、啓蒙された存在たるブッダは、人の啓蒙と、 精神的な発達を象徴する。しかしながら、このように生物の進化を進歩の歴史と捉える考え方は、本来の進化論にはないものである。キアラ・ウィンドライバーは、著書ファイア・フロム・ヘイブン、ドーム・オブ・ゴールデンエ・エイジで、アバターラは、ある程度の賃貸があるとき、人間の呼び出しに応じて地上に現れると主張した。アバターラはより高い意識の効果であり、 精神的な存在である必要はない。例えばガンディは非暴力のアバターラ、アルベルト・アインシュタインは物理学のアバターラで、すべての高い意識を持って生まれたものをアバターラと呼べると主張した。この見解は、ウィンドライダー独自のもので、アバターラをビショヌの決心であり、ダルマを助け役を滅ぼすための特別な目的を持つと、信じるヒンドゥー教徒の伝統的観点を反映したものではない。 ヒンドゥー教の伝統的な銃のアバターらの他に、アバターらであることを主張したり、信奉者により信じられている人間が存在する。インコネシャンズ・オブ・ビシュヌ・アンド、セオリー・オブ・エボリューション、ゴーイング・インセーン、ハット・ヒンド・ゴッツ。ありがとうございます。